成長していくミノを見てると楽しいですね、うん、はい、これ変なこと聞くけどさ、ヒバラッコで釣った時はそれ何、ただ巻きなの、やっぱりピッチ、ただ巻きです、ただ巻きで食う、はい、これ巻いた時の、うん、そのアクションがこだわってる部分なんですけど、うんうんうん、ハードルアーってどっちかいうと泳がすとか潜らすとかそういうイメージじゃないですか、うんうんうん、これはね逃げるっていうところをこう最大限に、うん、まあ、特徴を出したルアーなんですけど、うんうん、バスって、うん、泳いでるものは、うん、泳いでるまんまで反応しないんですけど、うん、まあ、反応しにくいんですけど、うん、もっと反応させるためにはその中でも逃げるっていう要素を持たせる、うん、そうすると、逃げるものに対して追いかけてしまう、うん、そういうフィッシュイーターの本能というか、うん、まあ、その辺をこう強く揺さぶるアクションっていうのを求めてやってるミノですね。なるほど、はい、まあ、名前はまあ聞かないけど、名前はねまだないんです、ないですね今必死で考えてるところなんですけどなるほど、まあそういうイメージのを連想させるような名前にしたいな、はい、なるほど、今まあ超過先行でバンバン釣れてる、ね、はい、今秋めいてきて、うん、でかなりね、ズレズレな状態になってきてるんですけど、うん、メインのシーズン結構長いんですよ、うん、まあこの秋から、うん、始まって、うん、5月6月ぐらいの、うん、そのプリスポーン明けぐらいまでですかね、うんうんうん、で、あ、スポーニング明けぐらいまでが、一番活躍するシーズンで、うん、例えば、リザーバーとか川とかっていうと、うんうん、まあ、1年中こういうサイズのベイトがね、バスも意識してるんで、うん、まあ、1年中使います、うん、あとはそのリアクション的な要素もこう高めようとして、うん、このアクションにたどり着いてるんで、そういうリアクションの釣りですね、うん、っていうのもこう織り交ぜていくと、うん、結構意外と幅広く使える、長いね、いわゆるあれか、ウィードの釣り前後はもう鉄板、そうですね、はい、どうしても琵琶湖の場合ウィードがこう、うん、引くところをなくしちゃったりするんですけど、うんうん、はい、その辺の季節だから6、7、8、9ぐらいまでは結構ウィードにね魚が寄っちゃうんで、うんうんうん、それ以外のシーズンで活躍する、でベイトフィッシュがいれば、そうですね、バスもね、ほんとどんどんベイトフィッシュ志向になってきてるっていうか、うん、今までは圧倒的にギルだったと思うんですよ、うん、でっかいのを狙おうと思ったハスパターンとかが、ま、うん、あったりとかしたんですけど、うん、それがどんどんこのね、アユ、ワカサギ、ハス、まあ、そういった、うん、細身のシルエットの魚たちがこうバスとリンクするようになったりとか、とにかくね、いっぱいいるんですよ、ベイトが増えてます、うんうん、魚がどんどん増えてます、うん、だから、バスの思考ももちろん変わってくるし、うん、それに応じたこうルアーを選ぶこともそうだし、うん、狙い方を変えていくっていうのも、ね、超過アップにつながると思うんですよ、うん、今年本当にね